皆さんこんにちは、マネレグルビジです。では今回はハーツオブアイアン4現代モッドイランプレイの続きをやっていきましょう。ここまで、侵略作戦をずっと行ってきていて、順調に領土を拡大してきているんですが、前回のねアフガン戦争あたりから人的資源が枯渇してきているという状況で、ちょっとね見づらいかと思うんですけども、画面の、左上、今人的資源ゼロになってます。もう完全に枯渇しきっていますという状態なので、まずね、もう少ない人的資源を有効活用しなきゃいけないということで、最初にテコ入れしていくのが空軍を今回はテコ入れしていきます。まずもうあまり使われていない航空隊に関しては、この全てを一度解散していきましょう。でそこから生まれた人的資源をねちょっとでも前線に送っていきたいというふうに思っています。なのでもう一旦ね整理するという意味でも航空隊は全て解体、空軍を解体するというイメージですかね。やっていっちゃいましょう。空軍をご覧の通り解体していきます。ダマスカスも前線なんですが一度解体します。で代わってですねレバノンに、航空隊を新しく作っていきます。でイスラエルと今回は戦争をしていこうと思ってるんですけども、イスラエルと戦争する上でどうしても必要になるのが核、核なくしてイスラエルに勝利はなしということで、まず核をねしっかり使える戦略爆撃機を配備します。でさらに 5.5 世代のマルチロール機、これをねある程度まとまった数配備していきたいなと思っています。どうだろう、400機配備できるかな、確認していきましょう。イスラエルとのまず国境付近に配備する航空隊、さらにイスラエルの上空に向かってもらう、ちょっと危険度が高い任務をこなしてもらう航空隊、これ200機、合計400機、これで制空権、国境付近そしてイスラエル上空の制空権をしっかり抑えていきましょう。でイスラエルとの開戦の予定時期なんですが、イスラエルとの戦争を行うための、いわゆる戦争目標の正当化、これが終わるのがですね、今ちょうど画面の左上に2027年の7月ですって出てると思うんですけども、2028年の1月に、開戦ができるようになります。なのでそこまでに作戦をねしっかり検討していきましょう。では総力戦になるので、もう全ての軍をねイスラエルとの国境に集めていきます。特にイスラエルは開戦すると間違いなくアメリカ軍が、なんやかんやと言ってくると思うので、というのもですねちょっとイスラエルの状況を見ておくと、イスラエルはご覧のようにアメリカから独立を保障されてるんですね。なので、宣戦布告すると間違いなくアメリカがなんやかんや言ってくるというのが想定されるので、もう全戦力を投入して一気に叩いていく、アメリカ軍が大部隊を送ってくる前に蹴りをつけようというところですね。でそのためにはですねどうしても必要になってくる核なんですが、画面の上の方に核今1個持ってますと出てます。でこれを2個製造が完了したら開戦に踏み切っていきたいなというふうに思っています。では作戦を考えていきましょう。まずですね革命防衛隊の方なんですが、第1、第2、第3とあるんですが、どれもこれも充足率がとても低いな、ちょっと考えものですね。充足率があまりにも低すぎるとまともな戦闘がこなせない可能性があるので、ちょっと確認していきましょう。で研究は今さらっとお話ししながらやっちゃいましたけど、プレスホルダーを入れていきます。国境防衛の1軍がまだまともですね。そしたら国境防衛1軍を、国境防衛の任ではないですね、前線へと出していきます。で国境防衛2軍、ちょっと師団の数自体に不安がありますが、これもね充足率を
重要視して前線に投入しましょう。で、国境防衛の3軍もいいね、頑張れそうな気配がありますね。革命防衛隊はここまでずっと戦い続けてきてくれた精鋭中の精鋭なんですけど、その分ちょっと消耗が心配かなっていうのが伺い知れる状況ですかね。なので今回は国境防衛軍を主に使っていきましょう。で、革命防衛隊の方もそうは言ってもね、予備戦力としてしっかり動いてもらう必要があるので国境付近に展開していきます。ではこれで、一度ね、開戦予定時期まで時間を進めていきましょう。そしたらですね、イスラエルとの戦争目標の正当化が完了して、いつでも宣戦布告ができる状態になりました。かつ、核もね、2発持っているという状態です。で、一方、人的資源はね、当然回復する気配はないんですが、この徴兵を変えて人的資源を確保するというのを検討したいところではあるものの、すいません。今ですね、限定的徴兵になっていて、その徴兵可能な人口を見ておくとですね、ご覧のように 1.5% と、ちょっとね、小さいんですけども 1.5% と出ています。で、この次、大規模徴兵になると、4% 徴兵可能になるんですが、この条件がですね、国際緊張が 30% 以上必要ですというのに対して今 5% しかなくてですね、ほど遠いという状況なので、一旦このまま開戦をしていきましょう。で、ちょっと回線する前にセーブだけしておきます。はい、ではこれで回線をしていきましょう。宣戦布告をしていきます。イランがイスラエルに宣戦布告と出ました。で、少しね、前半はセンシティブな操作が必要になってくるので、時間の進みを少し遅くしていきましょう。出たよー、イスラエルがアメリカに参戦要求をしましたね。では、核を使っていくタイミングを見計らっていきましょう。まずは核を一発目撃っていきます。イスラエル軍をしっかり囲んでから核を撃っていきたい。ここにも核撃ちたいな。 75% の撃てる、今だ、撃とう。ここにいる13師団を根こそぎ撃っ放しましょう。 OK だ。ではこれで一旦時間を止めます。まずですね、今ここに入っている敵の師団をしっかり、減らしていきたいんですが、その前に先へ先へと進んでいっちゃいましょう。よし、イスラエル軍を南部まで追い詰めていますね、今。これを壊滅させられれば、早期にイスラエル軍との戦いを終えることもできそうです。イスラエル軍が少しずつ持ち直してきてる気配があるな。ただ、カツェリーンの10師団は撃破しましたね。よし、ちょっとここでじゃあ戦線をもう一度組み直しましょう。しっかり
ただまだまだ数それなりに残ってるからね、イスラエル軍も。どんどん追い詰めていかないと。ただ南の方まで追い詰めつつあるというのは間違いなさそうですね。エルサレムも取ったしね。支援火器もこれで研究は最後まで進んだんで、もうここは兵員輸送車系へと回していきます。ちょっと一旦時間止めましょうか。これでイスラエル軍自体は完全に壊滅した。あとはこの首都に入っていくだけだね。とよくわからないのが、東エルサレムがここにあるよね。なのでここをぐるっと囲っちゃって、こんな感じでどうでしょう。これで全部が手に入るんじゃないかな。他の軍は一旦引き上げましょう。はい、エルサレム条約です。まず中身見ていきましょう。シリアへ解放、イスラエルからシリアのため領土を解放。国際緊張度がマイナス 0.08%、 微妙だな。カイラ国、続いて衛星国、政治体制の国にする、イスラム主義に変える、悪くないな。で、すべての州を割譲、割譲させましょう、すべての州をね。さあこれでイスラエルという国がこの地上から消え去ったという状態ですね。続いてはサウジとの戦いに向かっていくことになりますかね。まあ、トルコは NATO に加入しているので、まあ、アメリカ軍との戦いになっていくということを考えると、ここはやっぱサウジ。サウジを食ったらどうなるかだな。サウジと戦うよりパキスタン。パキスタン食ってインド方面へと転戦していく方向へとちょっと戦略を変えていきましょう。まず、インドとの、サウジアラビアとの宣戦布告正当化を中止します。代わりに、パキスタン。パキスタンと戦闘をしていきましょう。235日必要ですね。ま、1年間あればなんとかね、戦力を整えられるかなという期待もあるので、ちょっとそのようにしていきます。まずは革命防衛軍配備していきましょう。パキスタンとの国境ですね。イスラマバードまで革命防衛軍が持つのかなっていうぐらい、ちょっとしんどそうな感じがしちゃいますけどね。
その時にはまた核がね、何個か製造が完了してるとは思うので、核を有効活用していきましょう。まあ、言っててかなり下水ことを言っているような感じもしますけど、ここはもう戦争に勝つためと割り切ります。で、まあ、ちょっと危険地域になるであろう場所には、軍を駐屯させておきます。で、革命防衛軍の135は予備兵力としておきます。で、ちょっと戦争中におろそかになっていた生産系ですね。新しい世代のものへとテクノロジーリフレッシュをかけていきましょう。ここはまた再びって言った方がいいのかな。航空隊を一応解体して新しい航空隊でパキスタン付近を制圧していくための制空権を取っていきます。いや、人的資源本当にちょっとなんとかしたいんですよね。人的資源がどうにもならないと本当にしんどいので、考えものですね。国際緊張度を30まで高める。これがなかなかね、そう簡単にできないっていう状況なんで、頭を悩ましている部分にはなります。パキスタンとの戦争に勝利できれば、まあ、中国と国境を接する形にはなりますので、また違った展開が望めるのかなとは思います。で、パキスタンの情勢ちょっと気になるのが、アメリカ軍に軍事通行権を許可してしまってるんですよね。となると、万万が一、パキスタンがアメリカの陣営に駆け込みで入る可能性は、まあ、ゼロではないかなっていうのがあるので、ちょっとそこだけ心配ですね。ではね、このまま時間を進めてパキスタンとの戦争が開始できる状態まで、時間を進めていっちゃいたいなというふうに思います。そうしたパレスチナへの宣戦布告が可能な状態になりました。なので、ちょっと今回はここまで、させていただいてですね、次回は
パレスチナ、パキスタンとの戦争から続きをやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。